都会エッセンシア、都会ワイン、または都会は、ハンガリーの都会と周辺の地方からなる、都会ワイン地区で作られるワインである。また都会ワイン地区の北端は、スロバキアの国境と接しており、スロバキア側で作られた寄付ワインも、都会児と表記することが EU の採決により許されている。良いものには、模倣が付き物の,のようで現在でも、都会の名前を用いようとする動きは残っている。 そのワインは、都会地方独特の気候が生み出す。二つの川が合流する都会地方は、秋から冬にかけての朝、濃い霧が発生する。この霧は丘の上に登っていき、やがてドウ畑全体を包み込む。そして霧による湿気によって、寄付金というカビに侵された白ブドウが作り出される。寄付金は水分を外に出し、糖分を濃縮させることで、とても甘いブドウになる。 寄付ワインが生まれたのは、伝承によれば、17世紀に都会は、オスマン帝国の侵略を受け、住民たちはこの地から、避難せざるを得なくなった。しかし、村を離れている間に、葡萄本来の収穫期を過ぎてしまい、霧によって収穫されずに残っていた実に、カビがつき、腐り始めていた。諦めきれずその葡萄でワインを作ったところ、濃厚で甘い蜜のようなワインになったことが、 始まりとされているが、この伝説自体が少々本物の伝承と異なる。実際に、都会地方で語られる伝承では1632年のこと、ハンガリー王国に侵攻したオスマン帝国との戦いのため、改革派協会説教師でありラーコーチ家所有のブドウ畑を管理するセプシラツコーマーテーが不在のため、ブドウの収穫が11月にずれてしまった。 シャートルアリルヘ兵のオレムス畑では、シナビタブ同しか収穫できなかった。それから生まれた甘くて燃えるようなワインは、ラーコーチ一世、ジュルジュの日、ローラントフィジュジャンナのイースターの食卓に献上されたのである。この伝承を書き残したのは、作家のカジンチ・フェレンツであり、彼の先祖はローラントフィ家の管理人であったカジンチ・ピーテルである。そしてこの伝承もあくまで伝承であり、 都会地方の寄付ワインはそれ以前から存在する。都会ワイン種としての証拠と呼ばれるものは、アスーあるいは、寄付ドウなどの書き残された記録である。その一つは1600年代初頭のもので、濃度と地主の裁判記録に見られる、フェキットス、アサズセマケットレセディック、アズットヘイザビスズイック、S、ス。 ネームフィジートネクビロルキランスデッドエースティザデッド9分の1と10分の1を君に払わないである。そしてもう一つ1571年のとある遺産記録である。それに書かれた寄付葡萄が現在見つかっている文書としては最も古い寄付葡萄の記述である。都会ワインには主にフルミントと呼ばれる葡萄品種が用いられる。その他に都会ワイン地区で栽培されている ブドウ品種は、ハールシュレベルー、イエローマスカットなどで、一般的には、この3種をブレンドして使うが、単一種によるワインも作られる。都会ワインは、都会寄付ワインと、ほぼ同義に使われる名称であるが、都会地区ではそれ以外に辛口白ワインとしての、フルミントや、最近では、おそつまみブドウによる甘口白ワインなども、生産されている。寄付ワインや、アイスワインの瓶は、 一般的なワインのものよりも小さめで 500ml のものが標準サイズである。フランスのルイ14世が王者のワインにしてワインの王者と絶賛した逸話は有名である。フランスシューベルトが1815年に作曲した都会参加という歌曲作品がある。途絶えてしまった都会ワインを使った都会ビネガーが復興しつつある。 h t t p w w w b o h u a r a c o m えっと、ぼうとうでイニットハット h t t p i n d e x f g a z d a s a g スラッシュマジャールスラッシュ2010スラッシュ04スラッシュ09スラッシュ MEGSZUNIKA 火事再生あ h t t p m ナンバーフペンゼスジョック メグラソダンテスメグスニーク A-3S-4 プティニオースアサ -1194277 ありがとうございます。